ノイエンシュタット・アム・コッハーは、ドイツ・ビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属する小都市。この都市は、シュトゥットガルト大都市圏の周辺部に位置する。ノイエンシュタットは、ハイルブロン郡東部のコッハー川沿い、ブレタッハ川がコッハー川に注ぐ河口に面している。ノイエンシュタットに隣接する市町村は、南から時計回りに、エーバーシュタット、ネッカーズルム、エートハイム、バートフリードリヒスハル、 ノイデナウ、ハルトハウゼンアムコッハー、ランゲンブレタフハである。ノイエンシュタットは、ハルトハウゼンアムコッハー及び、ランゲンブレタフハと、行政共同体を形成する。この都市は、ノイエンシュタット、シュタインアムコッハー、コッハートルム、クレイファーズルツバッハビュルクの各地区と、小集落、ブランバッハーホーフ、ブーフホーフ、ローベンバッハーホーフからなる。 ノイエンシュタットのメインストリート。2006年ノイエンシュタットの母体は797年に初めて言及されているブレタフハ川の湿地に開けた入植地ヘルムブントである。おそらく14世紀の初めに約1キロメートル離れたコフハー川とブレタフハ川の間の高台に新しい町、すなわちニューンスタットが創設された。ヘルムブントは現在は存在せず、 ゴシック様式のヘルム文と教会の一跡が、その最後の痕跡である。ノイ・エンシュタットは、はじめ、バインスベルク家の所領であったが、その後、プファルツ選定公領となり、1504年に、ビュルテンベルク公領となった。17世紀から18世紀には、暴流のビュルテンベルクのイ・エンシュタット公が、ノイ・エンシュタットに宮廷を置いた。第二次世界大戦の末期、 1945年4月の戦闘でノイエンシュタットの市内は約80%が破壊された。この戦闘でシモンの横にあった有名なボダイ寺の古木も犠牲となった。シュタインアムコハーの中心部1 9 9 0年にシュタインの教会に関する記録が初めて登場する。シュタインは1335年にバインスベルク家からマインツ選定校に売却されたが、 1367年には霊園として改めてバインスベルク家に統治が任せられた。バインスベルク家はおそらく現在教会や聖職館、礼拝堂のある場所に城を築いた。1549年にこの村は原民元家の所領となり、1580年にプレシテネック城が築かれた。1782年にバインスベルク家の聖職館は取り壊され、 同じ場所にバロック様式の司祭館が建てられた。地方領主が陪身とされたことに伴い、シュタインは現在のノイエンシュタットを構成する他の地区とは異なり、バーデン大公領とされ、モスバッハ軍に編入された。1871年にこの村はアブラーハムグムベルの家を獲得し、新たな町役場として利用した。 町役場の向かい側には1870年から71年に建てられた戦争記念碑がある。19世紀後半になり荒廃したバインスベルクの城は取り壊され、1884年、その場所にネオゴシック様式の教区教会が旧地礼拝堂を引き継ぐ形で建設された。1970年にバーデンビュルテンベルク州はプレシテネック城を獲得し、 1976年から81年に改修を行った。ユダヤ人コミュニティ30年戦争の後、主体にユダヤ人が定住し、シナゴーグが建設された。1840年頃のピーク時には130人のユダヤ人が暮らしていたが、その後移住などで急速に減少した。1875年には約50人。 1900年にはわずかに15人となった。シナゴーグは1935年に売却され、1945年4月の戦闘で破壊された。コッハートルンのコッハー側にかかる新しい橋地区名は、おそらくコカータームに由来し、かつては塔が建っていたことが証明されている。コッハートルンには1310年から水車小屋があり、またコンラートフォン・バインスベルクの 奥型エリーザベートフォン・カッツェネレン暴言の所領であったことが分かっている。コッハーツルーンは、ノイ・エンシュタット同様、バインズベルクの霊園であった。水車小屋は1321年にビンプフェンの三次会協会のものとなった。この村は1335年にマインツ選定校に売却された。この頃、被災館が建設された。15世紀初めに、 地元貴族のコッハーツルン家がわずかな期間この村を治めた。1483年にマインツ選定校は領土交換でこの村をドイツ騎士団に譲渡した。このためコッハーツルンは宗教改革の時代以後もカトリックの村として残った。ドイツ騎士団は1752年にマリア秘書天協会を1791年から92年に 司祭館を建設した。売審家により、コッハートルンは1805年にビュルテンベルク王国領となった。1809年に大化があり、教会はその後新たに建て直された。1907年に、運転でコッハートある鉄道が設けられた。1931年には、小集落、ブラムバッヒーホーフがコッハートルンに編入された。 1945年4月の第二次世界大戦終末期の戦闘でこの村は人大な損害を被った。1993年に運転レコッハータール鉄道が廃止され、そのコッハーツルニ駅も閉鎖された。2006年に鉄道跡は撤去され、コッハー川を渡る新しい道路橋が架けられた。クレイファーズルツバフ派は1504年にビュルテンベルク工領となった。 1834年から43年まで、エドワルト・メイリケが司祭館に住んだ。ノイ・エンシュタット北東からの風景。前景がゴスハイム城。1853年、アルベルト・バーグナー作。2003年に、ビュールクチックからローマ時代の入植地跡が発見された。この入植地は、ローマ人の荘園別荘の向かい側にあり、 リーメスの国境群への広大なの供給地であると、共にコフハーガーの水運を利用した積み出し港でもあった。現在のビュールクは11世紀のゴスハイ向けの城がその起源である。1334年から共同相続地となったが、1456年に原民元家の単独相続となり、1806年までこれが続いた。村は、 領主の居城周辺に開かれた城下町である。教会は1650年までに、司祭館は1767年までに建造されていたことが証明されている。1541年に宗教改革がなされたノイエンシュタットは、ビュルテンベルク地方教会の監督官区本部、所在地であった。コッハートゥルム、シュタイン。 ビュルクを含めたノイエンシュタットのプロテスタント教会組織は2960人の信者を要する。クレイファーズルツバッハには独自のプロテスタント教会組織がある。コッハートルムのカトリック教会は旧ビュルテンベルクのノイエンシュタット地区を管轄する教会である。ノイエンシュタット地区にはカトリック教会、良き羊会教会が存在する。シュタインはフライベルク、 ヒロツカサ教区に属す独自のカトリック教会組織を有している。ノイ・エンシュタットにはこの他にエホバの承認や新徒教会もある。ノイ・エンシュタット市議会は19人の議員に議長を務める市長が加わる。ビュルク、クレイファーズルツバッハ、コッハーツルム、シュタインアムコッハーの4地区はそれぞれ地区議会を有している。ズンガラ、青字で上部につ並んだ銀の盾 下部には左向きの銀の株と、死の色は白青である。この紋章は13世紀後半の印象に初めて現れる。色は1535年から変わっていない。二つの縦型はおそらく死の創始者であるバインスベルク家の赤字に三つの縦型を配した紋章に由来すると思われる。株とはノイ・エンシュタットの前身となった廃止。 ヘルム文頭を示している。ヨーロッパのイシュタット作業共同体の構成メンバー、ノイエンシュタットは5つの国34の市町村からなるヨーロッパのイシュタット作業共同体という国際友好都市組織に加盟している。建築劇場1958年から毎年6月から7月にかけてノイエンシュタット城の堀跡に設けられた野外劇場で開催される。 ノイエンシュタットや外演劇祭では古典劇や大衆劇が演じられ年間2万に近い観客を集める。博物館シャフシュタルの私立博物館は1991年にオープンした博物館で明治経験ゆかりのものや郷土史の資料を展示している。首都の博物館は当主の家やかつての牢獄を内包しており民族文化資料を展示している。ノイエンシュタットは アウトバーン A8 号、ビルツブルグシュトゥットガルト人間線沿いに位置し、インターチェンジもある。1907年から1993年までは、運転レコフハータール鉄道が通っており、鉄道網にもつながっていた。ノイエンシュタットのニュースは、ハイルブロナーシュティンメの北東部版に掲載される。ノイエンシュタットには、交渉人役場と警察の発出所がある。ノイエンシュタットには、 基礎家庭の林電修例、本家庭及び、実業中等学校のヘルム文と修例、エドワルトメイリケ・ギムナジウム、養護学校、音楽学校がある。シュタインアム・コフハーには別の基礎家庭の学校がある。ありがとうございます。